シーズン最初のグランドスラム大会、オーストラリアンオープン、オーストラリアビクトリア州メルボルン、本戦1月14、28日、ハードコート、の女子シングルス3回戦で、19歳のリンダノスコバ、チェコ、が第1シードのイガシフィオンテク、ポーランド、オサン・6ク・ロク・サで倒すバンクルワセを演じた。結果を随時更新中、オーストラリアンオープン2024、トーナメント表、 第6ゲームでブレイクしたリードを守って第1セットを先取したシフィオンテクは第2セット3月3日から3ゲームを連取されてセットオールに追いつかれ、第3セット1から2ダウンの直後に一旦追いついたものの3の3から再びサービスダウンを喫して2時間20分で逆転負けを喫した。前後に6年連続出場となった22歳のシフィオンテクは、2022年のベスト4が最高成績。 トップシードとして臨んだ昨年は、4回戦でエレーナルバキナ、カザフスタン、24646で敗れていた。昨年6月にフレンチオープン、フランス・パリ、クレイコートで2連覇を達成したシフィオンテクは2023年シーズンに68勝11敗の戦績、ツアー6勝を残し、11月の WTA ファイナルズ、メキシコカン君、 ハードコートで初優勝を飾って2年連続年末世界ナンバーワンを決めた。シフィオンテクは昨年10月の北京 w t a 戦ハードコートから負け知らずだったが、連勝は18でストップした。世界ナンバーワンの選手から初の金星を挙げたノスコバは次のラウンドでビクトリア・ゴルビッチスイスを6263で破って勝ち上がった第19シードのエリナス・ビトリーナ。 ウクライナと対戦する。